今日も暑いですね。63歳、行くところがなくて今日も小川に。アマゾンで買った2330円のマンタロボットを持ってやってきました。なんと送信機も防水。潜るらしいんです。というわけで、ここから先は4分の1スローでゆっくり見ようと思います。まあ、なぜかというとめちゃめちゃ速いんですね。ただ後ろにスクリューついてますけどね。でもヒレをパタパタとさせながら潜ったり、右や左に旋回したりと自由自在に水中を操れます。なぜかバックもします。これ水中で使えるように27メガヘルツを使ってあります。送信機の届く距離は25メートル。ただですね、操作しながら撮影するのはちょっと難しいかもしれません。これはオートパイロットに切り替えたところですが、ちょっとだけ2分の1スローにしますね。どうでしょうか。僕が操縦するよりはるかに上手ですね。スピードを戻しましょう。なんとかセンサーで障害物をよけながら、このスピードで自在に泳いでしまいます。これ結構楽しいかもしれませんね。大人もね、本物みたいですね。ということは捕食魚に食べられちゃうかも。糸つけたらルアーになるっていうことですね。こりゃすごい。しかし高機能、高性能、これが2000円ちょっとで買えるとは、ロボット作ってたおじさんとしてはお手上げです。ではまた次回。